豚の帽子だろ。今日は何の祭りだ。はあ、これが祭りに見えるか。聖騎士様が突き立てた剣を引き抜こうとしてんだよ。聖騎士が剣を。なんでまた。先日聖騎士様の怒りを買ってしもうてな。
その方の魔力を帯びた剣が村の地下水全体を封じてしまったんじゃ。聖騎士様の剣を引き抜けるとしたら聖騎士様のお力しかない。村の者には言いにくいが、この村はもうおしまいじゃよ。ああ、みんなして何情けねえ声出してんだよ。俺の立ちの七つの大罪にかかりゃそんな楽勝だぜ。トレミード、一体誰のせいでこんな目に遭ってると思ってるんだい。思いついた。今年は村の全員が最高の出来と自負しております。まずい。
馬の小便よりはマシな程度だ。うちの村のエールをよくも聖騎士なんか知るもんか。げっ、聖騎士様の先に虫が。お許しくだされ。どもがよく聞け、日没までに聖騎士様の剣を引き抜かねば村人に課す取り立てを今までの10倍にする。むちゃくちゃだ。水が枯れたままじゃ10倍どころか1本分の酒も作れねえよ。これは罰だ。聖騎士様を侮辱しただけでなく、大罪に7つの大罪を友などとのたまったからだ。くそ、ミードはバカなことさえしなければ。リード、またお前か。ガキじゃ面白くもなんともねえんだよ。取り立て20倍にすんぞ。お前なんかに抜けるわけないだろう。いい加減にせい。村長、村作りの誇りを傷つけたら誰じゃ。リードか。違うの。あの子の行為はいつだってわしらの気持ちの代弁だったのではないか。ねえ、俺もお手伝おう。俺もだ。ミード、一緒に抜いてやろうぜ。おい、おめえら俺たちの話聞いてたか。20倍だぞ、20倍。よし、行くぞ。動かねえでやんの。俺たちは貴様らの安酒で飲み直しだ。
よく。バカだ。聖騎士様にしか抜けない剣を。なんかガキが。ねえ、兄ちゃんはひょっとしたら本当に。おう、ひょっとしなくても俺はただの立派な酒場のマスターだ。そうじゃなくて。ミード、すまなかった。わしたちを許してはくれないか。行け。ミード、ごめんな、ミード。Bye.